さあ現在ファーストステージクリア者45人終わりいまだに1人ですこの流れを断ち切るべくやってまいりました久々の出場ですパクニナパクニナ久々の船でまずは五段跳びを越えていくパクニナ第4回以来の出場ですこの第3回、えー、最優秀生成績者 第3回の最優秀星で者が、久々のエスカルゴ、エスカルゴ、攻略していった。そしてジャイアントスイング、ここが今大会の鬼門です。ジャイアントスイング、まず踏み切りはいい。そしてこの格空ここまで完璧にこなしました。完璧にこなしていく男、パクニーナ。まず前半のナシを超えてツインダイヤ。ここら辺もお見事。さあ、サードステージ。 復帰に向けて、ここら辺ではいられません。ジャンプハング。ジャンプ一番、どうでしょうか掴んでいる。さあ、下から行く。下から行く。ここは低い位置を掴んで、下から行きます。そして、ディメンションモール。第4回以来の復帰。パクニナ、その時とはやはりファーストステージ、変わっている。さあ、一発で、うーんと、ここはいけない。残り50秒。一旦、 この戻ってくるのを待ってさあ2回目の跳躍は届いたさあ届きました残りが36秒35秒まずは左右そしておーここはなんとかギリギリ,リで戻ってさあ行った残りが27秒26秒あとは2エリアムーブジャンプまずここは1回冷静に落ち着いて まし,たさあしっかり着地そしてハートシンカー残りが15秒になるかというところさああとはここの戦いここを登る戦いさあ10秒でい,いくところさあしかし次に登る一気に登って7点3秒今大会2人目のクリア者ようやく出ましたクリアしたのはパクニナですこれが最優秀経験者しっかり しっかりと意地を見せました、久々の出場でも問題ありませんでした。久々に出てきたこのパクニナ、第4回以来での出場。壁を一発で登るで、二発目で登る。この落ち着き。 最後警告音が鳴る中でも一気に最後はハードシンカーを書き残ってそしてボタンを押しましたさあ出てまいりました絶ッ四十46番パクになっまずは難関ですフライシューターおーっとここは掴んでいるさあなんとか掴んで 対岸に移っていけるかさあおーっとーなんとーパクになっもう第ちエリアフライシューターリタイアこのネットを掴むことができなかった一気に飛び乗ってそして対岸に渡ろうかというところでここは何があったか ちょっとこの頭ここにぶつかってしまったかちょっと頭打ちがあったかまさかのパクニなフライシューターリタイアです。